日産 180SX180SX180SX とは日産自動車が製造していたクーペ型の乗用車である。日本では SX の部分を省略し180と呼ばれることが多い。S13 型シルビアとは姉妹車同系版車種で同様に901活動の成果が盛り込まれた車種の一つである。カゼルと共に シルビアの姉妹車として知られる。SX の社名は当初、S10 型ニューシルビアの北米向けとして生まれ、その後も、シルビア、ガゼールの日本国外向けに用いられていた。180SX は、S13 型、シルビアの日本国外輸出型である北米向けの 240SX がベースとなっており、スポーツスペシャリティである、ZX、SX、 NX の日産クーペラインナップの中核モデルであった。これを日本仕様として仕立て直し、発売したモデルである。キャッチコピーは日産からのプレゼンテーションです。および 4FR パイロットというもの。発売当時としてはまだ珍しかったフルレンジ電子制御 AT を採用しているが、車の正確上販売数の9割以上が MT であった。ヘッドランプに 各型二等式のリトラクタブルヘッドライトを採用、ボディスタイルはハッチバックを持つファストバッククーペとなっている。S12 型シルビア、ガゼール同様、リトラクタブルヘッドライトを採用した理由は、デザインのためだけではなくさらに、北米の放棄場では、S13 型シルビアのヘッドランプの高さでは、認証が取れないかである。日本国内は、S13 型シルビアより1年遅れで、 投入されているが、これには、好調な売れ行きながら、発売後一定期間が経ち新味の、やや薄れた S13 型シルビアへの手こいで作として、営業側から、S12 型シルビア、ガゼールに存在していた、ハッチバッククーペ投入の強い販売要請を受けた、ことが、背景にある。なお、北米向け 240SX 及び欧州向け 200SX は、 S13 S 型シルビア用のノッチバッククーペボディに 180SX 用のリトラクタブルヘッドライトを含むフロント周りを装着して販売された。エンジンやトランスミッション、サスペンションなどの車としての基本構造はすべて S13 型シルビアと共通である。その他、車体周りではステアリングホイールのデザインを除くインテリアとドアネル、フロントウィンドシールドなども共通となっている。 販売当時はスタイリッシュな FR スポーツとして、外観や機能性に高い評価を受け、若者を中心に支持を得た。北米では、S13 型 240SX として販売され、外観や社名の類似性もあり、240Z の再来と、異れた。日本国内ではシルビアが、S14 型にフルモデルチェンジした後も、生産や販売が続けられたが、 S14 型、シルビアのメーカー側の想定外の販売低迷もあり、そのシルビアが最終型の S15 型にモデルチェーンするまでの間、180SX はモデルチェンジを経った一度も一切行わずに、一世代古い S13 型のまま10年近く生産や販売され続けた。その間、クーペ市場の人気低迷による、 販売台数の減少は避けられず、生産工場も九州工場から、高田工業、そして日産の還元会社である、日産車体へと順次移管され、最高機は Z32 コンバーティブルと同様、組み立てラインに乗せられず、ほぼ手作業で生産されていた。180SX が販売されていた期間はおよそ10年間で、あるが、その間に数度の小規模、 大規模なマイナーチェンジは受けたものの、前述の通りフルモデルチェンジをされることはなく、基本的なスタイルや性能はほとんど変化しなかった。生産終了後から約20年が経つ現在でも、軽量な5ナンバーボディで、後輪駆動方式、FR を採用している点が近年では、希少になったことや、姉妹社の S13 型シルビアとほぼ同じ構造で、スポーツ走行も適した設計であったことから、 アフターマーケットにて、スポーツ走行用の改造パーツが充実しており、シルビアと共にスポーティーカーとして、一定の人気がある。また、車の性格上、姉妹車及び他社の類似車種同様に、メーカー側の想定外の事態として、若者の無謀運転による死亡事故が全国各地で相次いだ。そのため、現在でも国産車としては、任意保険料率の高い車種である。 なお、形式に、K が付くのが、それぞれ 1800cc 及び 2000cc のヒカス、月グレードである。総生産台数については、あくまで、日本仕様である 180SX に対してのもので、あり、国外仕様の 240SX については、台数にカウントされていない。日本では1989年にプリンス、チェリー系列で販売が開始された。ただし、 それに先立ち、米国では 2400cc のカ2 4ミ、e、m 型サイチェシーエンジンを搭載し、240SX、240SX として販売されていた。また欧州では、日本仕様と同じ 1800cc の CA18、デッド型 DOHC ターボエンジン、175PS を搭載し、200SX、200SX として販売されてた。 S12 ガゼールの事実上の後継車種だが、ガゼールを販売していた日産モーターは、後継として S13 シルビアを扱うようになった。初期型の特徴としては、日産の翼系グリルをイメージしたダミーのグリルが、フロントバンパーにあること、前席シートがヘッドレスと一体型なことである。グレードは、タイプ I とタイプ E で、タイプ I は、スピーカーや、 パワーウィンドウがつかないなど競技用のベース車用途を対象にしていた。なお、ヒーカス E と呼ばれる四輪ソーシステムをメーカーオプションで用意していた。タイヤサイズは前後とも195、60R15 となっている。エンジンは全、グレード同じである。1990年には500台限定の特別使用車タイプ E レザーセレクションを発売。シートがべて革張りで。 本革ステアリング、シフトノブ、エアロパーツ、フッ素コーティング塗装のスーパーレッドを用し、スカイライン、ローレル、セフィーロと共通のアルミホイールが標準で装備された。このモデルはフロントグリルのデザインが独特であるため中古市場では不人気モデルでほとんど流通していない。登場時は先進的なシステムとして注目されたが、ユーザーには不評であった。ドリフト時に リアが妙な動きをするといった理由により、わざわざヒーカス搭載者を選択する理由が存在しなかった。そのため、中古市場では他のグレードより相場が安く人気がなかったため程度の良い個体が多かったが、後にヒーカスキャンセラーというアフターパーツが登場したため、あえてヒーカス搭載者を目当てにするユーザーが増えた。そのため現在では他のグレードと相場は変わらない。なお、 2017年までは、ヒーカスキャンセラーを用いた4輪ソーダから2輪ソーダへの変更は改造受けが必要であり、変更を行った車両は原則として改造車の扱いを受けたが、同年4月から当該改造が検査項目から除外され、申請は不要になった。中古市場では最も台数の多いモデルである。1991年のマイナーチェンジにより、 エンジンを従来の CA18 デッド型から SR20 デッド型 2000ccd チェシーターボエンジン 205PS に変更。なお S13 型シルビアも同時期にエンジンが CA18 デッド型から SR20 デッド型へ変更された。この時フロントバンパーのデザインが大きく変わりダミーのグリルが廃止されエンジンフードとバンパーの段差がなくなった。 外見が違うため、初期の CA18 エンジン搭載車を RS13 型、または初期型、SR20 エンジン搭載車を RPS13 型、または中期型と区別することも多い。ただし、オプションのサイドデカールに関してはこれ以降も RS13 と書かれている。タイヤサイズは205、60R15 にワイド化されており、 同時にアルミホイールのデザインも変更されている。また、四輪ソーダシステムは、スーパーヒーカスに進化している。その他安全装備の強化として、後席シートベルトの3点化、サイドドアビームの追加、燃料系のロールオーバーバルブの追加、ヒーター付けドアミラーの設定、寒冷地使用者が実施されている。フロントシートは、 一般的なローバックシート、ヘッドレスト分割式に変更されている。1992年に標準装備が充実したシングレード、タイプ E が追加される。新型のデジタル表示式、オートエアコンはタイプ E のみに標準装備となっていた。1993年にシルビアが S14 型にフルモデルチェンジを行ったが、180SX は S13 型のまま販売が継続された。なお、欧州版 200SX は S14 型に切り替わっている。1994年には、グレード名が変更され、タイプ E はタイプ X に、タイプ E はタイプ R となり、タイプ I は廃止された。エンジンのロッカーカバーの塗色は赤色から黒色に変更となった。また、エアコンの冷媒が、 R134A に変更されている。同年4月以降は生産は高田工業に委託された。1995年5月には運転席 SRS エアバッグが標準装備となったほか、アルミホイールのデザイン、ドアミラーとパワーウィンドウのスイッチ形状が変更されている。また、それまでブラック一色であったドアミラーがボディ同色になった。 オーディオは一新され、タイプ X 用のオーディオは CD 付きとなった。1996年1月にタイプ R をベースとした限定車、タイプ R スポーツが300台限定で発売された。主な装備は専用ボディカラープラチナホワイトパール、QN 0ストラットタワーバー、サイドシールプロテクター、ニスモスポーツマフラー、オーディオレス等である。 1996年秋にビッグマイナーチェンジを行い、後期型となる。フロントバンパー、スカイライン風の丸型リアコンビネーションランプ、大型リアスポイラー、リアブレーキの容量アップ、ABS の標準装備化、アルミホイールのデザイン変更、キーレスエントリーの採用、タイプ X のみ、一部内装の変更などの仕様変更がされる。また、 SR20 出型 2000cc 自然吸気なエンジンを搭載したグレードタイプ S も設定された。ハンドルは3本スポークと4本スポーク、どちらもキューブに装着されていたもの。1997年にはタイプ S をもとに装備充実を図ったグレードタイプ G も追加され、ボディカラーにイエローが新設されたスーパーレッドは廃止。 生産移管後は受注生産扱いであったため、ハンドメイドに近い形態で、細々と生産されていたが、1998年12月にシルビアに統合され生産終了となった。180はデビュー当初搭載された CA18 デッド型エンジンの排気量である CL 1 8 0 c l 1 8ル1 8 0 0 c c を表し、SX は、 日産の輸出用ミドルサイズ、スポーティークーペに対するネーミングである。なお、1991年のマイナーチェンジ時に、SR20 デッド型エンジンに変更され、排気量は 2000cc となったが、社名は 200SX とはならずに、180SX のまま、販売が続けられた。ベースモデルである、北米使用者の 240SX の社名は、 搭載されているか 24E 型エンジンの排気量 2400cc から来ており、180SX はそれに、習って付けられた名称である。また、他車種ではあるが、同時期販売されていた Z31 型及び、Z32 型フェアレディ Z は、日本国内仕様のテールエンドに、300ZX、Z の北米使用車と同様のネーミングの表記が、見られた。 なお、欧州使用者の 200SX には当初 CA18、デッド型エンジンが搭載されているが、200SX の社名で販売されていた。後に、日本仕様と同様に 2000cc の SR20、デッド、SR20 で型エンジンに換装され、名実ともに 200SX となっている。プリンス店系列、スカイライン販売会社、チェリー店系列、 パルサー販売会社で販売されていた。180SX と S13 型シルビアは同型版車種 S13 型であり、双方の基本構造はほぼ同一である。また、多くのパーツに互換性があり、外装の交換を比較的容易に行うことができるというより輸出しの S13 シルビアの中には、メーカー純正で 180SX のフロントマスクが 使用されているものがある。この特性を利用したものが、日産、シルエティア日産、ワンビアと呼ばれる車両である。180SX のフロント部分の外装パーツを、ほとんど板金作業を伴うことなく、S13 型、シルビアのそれに変更した車両。いわゆる顔面スワップの代名詞的な存在として、知られる。なお、この互換性はあくまで同型番である。 S13 型シルビアのみにあるもので、それ以外の型番のシルビアには当てはまらない。なお、アフターパーツメーカーからは、S14 型シルビアや S15 型シルビア用の変換キットも発売されている。また、この場合ノーマル比で4センチメートルほど全長が短縮されるため法律上改造車の扱いを受ける。車検証の形式が RPS13 改めとなるのはこのため。 蒸気とは逆に、シルビアのフロント部分の外装パーツを 180SX のものに変更した車両。通称ワンビアと呼ばれるが、これはあくまでシルビアがベースであり、正式には 180SX という車種ではない。大幅な板金作業を伴い、S14、S15 型のワンビアの製作事例もあるが、こちらは、シルエットは異なり、変換キットは発売されていない。 台数が多く出回っている中期型をベースに、後期型の外装パーツを装着した車両が、東北地方のドリフト愛好家の間で流行し、現在では全国的に存在している。アフターパーツメーカーからも、比較的安価で後期仕様にできるパーツも数多く存在する。姉妹社のシルビアと同様。 軽量なミドルサイズボディの後輪駆動車であるため、主にドリフトのベースに用いられることが多い。故に何かしらの改造、チューニングが施されている車両も多い。姉妹車の S13 型シルビアと比べると、ハッチバックであるが故に開口部面積が大きい、ことによる、ボディ構成の弱さが問題視される。また、ガラスハッチと開口部の補強で重量が重み、 走行性能面で劣るという指摘に対し、S13 型シルビアは、フロントヘビー気味の車両であるため、リア周りの重量額は割ることで、前後重量配分が、スポーツ走行の理想である50、50に近づけられている利点があるとの意見もある。S13 系共通の問題として、助手席側メインフレームが、助手席のあたりで途切れており、ボディの歪みにつながりやすい。ユラス。 ノムの箱舟など、いくつかのアフターパーツメーカーから補強対策品発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。